楽天もですね、ソフトバンクも1年以内にすげー危ねえんじゃねえかなって僕だったら、どんなふうに考えても成功が思いつかないからやりません <laughs>、えー、女性10代、永遠,永遠さんこんにちは。将来公務員になりたいと思ってます。理由は安定すると聞いたからですしかし友達や親にそのことを話すと世の中何があるかわからないから安定なんかないよと言われ地方公務員になるという目標が薄れかけました 岡田先生は地方公務員イコール安定というのは正しいと思いますか地方公務員以外の選択肢を取るときのことを考えました。以前、今後は2、3回転職するのが当たり前になってくると聞きましたが、それが事実ならやはり学歴は重要だと思います。私は早計や旧帝国大学に行ける学力がないのです。こんな文系の私が社会を生き延びて安定した生活を送れるようになるには、大学生になって何をしておくべきですか あーまあ、の実はこの相談は、ね、前回のプレミアムで自殺問題を考える時に使わせてもらったんですよ。なぜみんながその安楽死する権利が欲しいのか若者は安楽死する権利を欲しがるのかという時にこの人が書いてるです、ね、特別な能力がない私が生き延びて安定した生活を送るためにはこんなことをしなきゃいけないのかっていうハードルがめちゃくちゃ高いんですよね。 だからそのちょっと前回のですねプレミアムの自殺の話のところで相談文使っちゃってですね永遠さんはですね何か自分の相談が読まれたのにいきなりですねステッカーが来て驚いたと思うんですけど今回もう一回ちゃんと読んでこっちの方で話答え考えてみたんですけどね地方公務員確かに、に他の職業に比べてて安定してますよ。だから延遠さんが多分生きている間はまあ安定した最も安定した職業というふうに言っても あんまり問題ないと思うんですね。今後は分からないとか、もう地方公務員も安心できないってよく言うんですけども、まあ民間企業の方が、 それは危ないですよ。そんなもうソフトバンクなんてこれからどうなるか本当に分かんないですかホリエモンの言ってるです、ね、YouTube のことを聞いたらですね来年あたり倒産してもおかしくない <laughs> なんか、楽天もですねソフトバンクもあれこれなんか1年以内にすげえ危ないんじゃねえかなというふうになんかちょっと僕もホリエモンの YouTube とか見たら思っちゃうぐらいですからですねそこよりはマシだと思うんですよねただですねこう10代でですね、社会をを生生き延びてて安定した生活っていうの,を目指すの だからまあできるだけ偏差値の高い大学に入ってボランティアなんかのです、ね、公務員の就,就活に有利な条件を頑張って倍率の低いできるだけ倍率の低い地方公務員を目指せばいいんじゃないかな地方公務員って言ってもいろいろあると思うのでですねできるだけ倍率の低いやつを目指,した目指すかですねもしくは地方公務員の異性男性と結婚するとかですね 学歴をこっから伸ばすってなあどうだろうな僕やっぱそ,そこまでしての安定って狙っても狙えないもんだから安定しないんだったら好きな生き方した方が得だと思うんですけどねみんなあの理想の相手と結婚なんかできないに決まってるし結婚してもそのみんなが羨むような 彼氏、彼女っていうのは他の人も狙ってるからいつ裏切られるかわかんないしいつ他の相手に乗り換えられるかもわかんないっていうふうに考えてる人多いと思うんですけどだから安定のために絶対に自分を見捨てないような安泰の人と結婚しよう恋愛しようっていう結論に至らないわけですね。つまり、リアルに自分のの将来が予想でできるる恋愛とと、か結婚の話で考えると 絶対に安定できるような相手と、えー、恋愛しよう結婚しようというふうに思わないようなリアリティを就職にも持ってほしいんですよね。 だからせめて自分が好きになれる相手と恋愛しよう好きになれないんだったら恋愛なんかしなくてもいいやっていうのと同じようにですね何かあの自分が別にやりたいことをやるのでよくてですねでやりたいことがないのであれば親のすねなんか俺は限界まで本当にかじっていいと思ってるんでですねそれでも働けるところがあったらどこでも働いてくださいですよ。だから 安定した立派なな就職ではなくてあのそんなことをどうせやろうとしてもなかなかできないんだから、えー、どっか手伝ってくれとかですね一緒にやろうやと言ってる人にですねほいほいついていって仕事を気軽に始めた方が僕はあのいいとは思います。岡田さん こんばんばはいいつも楽ししく視聴しておりりまますすありがとうございます私は飲食店をやりたいと考えて岡田さんに相談してみたいと思いました飲食店といえば最近焼肉屋で炎上した宮迫さんは周りから今すぐ撤退した方がいいという声の中でお店をオープンさせたのが思い浮かぶと思いますがなんでこれが出てくるんだろう岡田さんがもし自分で失敗したくないやり方で飲食店をやると考える場合どのようなことを考えますかよろしくお願いします。 なななんんんで関係いい宮さのの例が出てきたのかかわけどねそもそもですね僕は失敗したくないという発想で物を考えたことがないんですけどねあの面白いかどうか楽しいかどうかい,いけそうかどうか成功しそうかどうかとか大体これぐらいしか考えないんですよだからこそ僕はビジネスに成功したことがないんですよいろんなことは始めていろんなことやってるんですけども ビジネスとししてて成功して例えばこうプール付きの大豪邸に住むとかですねそういうふうなことはやったことがないんですねでこれからもやる予定もないし悲しいことですけども大成功する予定もないいんんででですすよよ本当にマジでないんですよねなねのでその結果僕はあの今すごい楽しく生きてるんだと思うんですけど毎日が本当にすごい楽しいという状態が10年以上続いてるんですけどもですねそうなる前は そんな毎日が楽しいわけじゃなかったんですけどそれはね成功しようとしてたりしてたからだと思うんですよね成功する人って その代償としてね楽しさを失うと僕は思ってるんですよだから成功した人ってその仕事が嫌いになるんですよねビジネスで成功した人って例えば早めにその仕事をいろんな若手に任せても自分は毎日毎日遊んでるとかよく言うじゃないですかあれ聞くとね僕は本当に可哀想だなと思うんですよっていうのは一番自分に向いていて楽しいはずのことでお金が儲かったというだけの理由でこれは仕事だからというふうに 思って辞めちゃって結局やりたくないことでもないなお金ない頃はやらなかったようなことですね例えば高級時計を買うとかですねなんかすごい会社に乗るとかですねえぐいところに住むとかですねなんか毎晩飲み歩くとかいうですねみんながやれないから やっっててるだけであってですねお金ない頃にそんなに車好きだったのかお前とかお金ない頃にそんなに時計好きだったのかお前っていう <laughs> なんか山田五郎さんのようにですね本当に昔からお金ない頃から万年筆好きだとかですね時計好きだという人だったらわかるんですけども大体ビジネスで成功して羽振りがいいことしてる人って その仕事嫌いになっちゃうじゃないですか。だから、もうこれは僕の考え方なのでですね、失敗したくないやり方で飲食店を経営する方法って僕には考えつきませんよ。成功するための方法を僕には聞かない方がいいと思いますので、今後もですね、僕に相談するときはですね、失敗しない方法というのはあんまり聞かない方がいいと思います。 唯一僕が答えられるのはこの恋愛で失敗しない方がいいというのに関してはある程度僕は恋愛は僕ね失敗もあの成果だと思っているのでですねいろいろ答えられるんですけどビジネスでね失敗は確かに楽しむことはできないでしょうからねでも失敗してもね楽しいと思うことだったらやった方がいいと思いますねこの飲食店であっても。 僕だったら今のご時世で飲食店なんて失敗が怖いからではなくてどんんななに考えても成功が思いいつかないからやりません楽しくないだろうしですねだって自分の思惑とは関係なくお上にですね何時から何時まで営業しちゃダメとかですねこういうもん出しちゃダメって言われるような商売が 楽しいはずがないじゃないですか？なので、そんな楽しくない。そんなめちゃくちゃな条件の中でもそれでもやりたいんだっていう人はやればいいと思うんですけども、失敗したくない人とか成功したくない人は絶対に飲食業をやらない方がいいと思います。言えるのはそれぐらいですね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。